ソコンのところがね、結構広いで、どうも皆さん、こんにちは。ゆりでございます。皆さん、こんにちは。はい。ということでですね、皆さん、もう春なのにニット着てるんじゃねえよって思われる方いると思うんですけど、最近寒くないですか？なんかもう寒すぎて、私は結局ニットを着るような感じになっております。なんかこれ一枚で出かけるからコート羽織るより春らしいだろうと思っている。まあそんなどうでもいい話は置いておきまして、今日はですね、ものすごくですね、仕事用とか、まあ外で働くフリーランスの方とか、まあ例えば、仕事の後に遊びに行きたいとかっていうような方にめちゃくちゃぴったりの仕事用カバンをね、ご提供いただきましたので、それをご紹介するプラス、私がよくなんかまあ仕事に持っていくスタメンたちをね、ご紹介していきます。なので、まあ、仕事用カバンのご紹介ではありつつも、私の What's in my bag みたいなところもありますので、皆さんに最新版の仕事用カバン事情をですね、皆様にご紹介できればなと思っております。はい、ということでですね、もう私めちゃくちゃね、本当に今回ご提供いただきました。こちらの、ババーン、ジュエルナローズと呼ばれるカバンになるんですけれども、もう実際にめっちゃ使ってます。本当にめちゃめちゃいいです。なんか何がいいのかって言われたらですね、もう本当に機能性が抜群なんですよ。で、かつおしゃれ。これ仕事用カバンって言いつつも、私こういう感じでちょっと立ちますけれども、仕事終わった後になんかこう、あまりリュックで行くの嫌だなって思う人とかいると思うんですけど、なんか仕事終わりでも遊びに行けそうな感じの仕様になっています。かといって、なんかカジュアルすぎないから、こう、なんだろう、職場とか、オフィスカジュアルでも全然使えるんだなっていう感じです。もう本当にそれがおすすめっていうのを、まずは伝えたかった。やっていきます。それでは早速、私のまず、辛いながら、辛うって鹿児島弁なんですけれども、早速、私の仕事用のね、バッグの中身みたいなものをご紹介していきたいと思います。はい、こんな感じになってます。正直、前紹介したものと何ら変わりはないんですけれども、ちょっとずつご紹介していきたいと思います。こちらです。たらーん。こちらが百貨店でね、セールになってて可愛いなと思って買った折りたたみ傘になります。特にブランド名とかはよくわかりません。はい、続きまして、こちらです。じゃん、香水なんですけれども、やっぱ臭かったり嫌なんで、イソップのですね、マラケッシュインテンス王道トワレっていうものを使っているんですが、皆さん残念なご報告、多分ね、このマラケッシュの香りが廃盤になってしまいました。なんで気をつけてください。手荒れが私ひどいんで、ガサガサしちゃうんで、てかもうネイル汚な、私ごめん。こちらのクナイプのハンドクリーム、もうクナイプのボディクリームと、ハンドクリームはすごく市販のドラッグストアに売ってるんですけど、中でもおすすめです。で、こちらもドラッグストアでも買えるんですけれども、ロム&のものですね。私こちらのゼロオーバーのウィッティっていう色味がすごく好きで、今もつけてるんですけれども、こちらを持っていってます。前は取れないなんか口紅みたいなのをつけたんですけど、マスクするようになってから、なんか正直取れなくてもいいし、取れてもいいしっていうような状況になったので、最近は結構ティッシュでオフできるようなティントの方を使ってます。ティントとはいえ結構ね、取れます。これは。どうでもいいね。はい、続きまして、携帯ですね。これもちょっと私は痛いシール貼ってます。あとは定期入れですね。こちらも赤いものにいろいろスーパーのものとか、定期とか入れてます。で、ちょっと鍵ですけど、あんまり見せられないので、こんな感じでつけてます。で、あとは、こちら、お財布ですね。お財布、RPSA のものになってます。こういう感じの三つ折りになってて、ちょっと今小銭が増えて膨らんじゃってるんですけれども、結構小ぶりな感じが私は好きなので使っています。で、あとは、AirPods ですね。これ、カカオフレンズのケースに入れてますのと、あとは、こちらの目薬。もうパソコンばっか見てるから目が痛くなるんで、こちらのものを使ってます。特に私こだわりとかないんですけれども使っています。で、あとはこちら社員証ですね。何の変哲もない。で、あと、まあ、私こうパソコン会社のものを持ち運ぶことあるんだけど、最近は結構YouTube の編集とか YouTube で対応しないといけないことが出てくるので、こちらの MacBook と周辺機器といいますか、こちらの
充電器とか、あとはこれたまに持っていくんだけど、まあ基本的に持ち歩かないんだけど、まあこちらも長旅とかの旅行の時は持っていきます。マウスですね。であとは SD カード、これさえあれば私は仕事できるような感じですね、 YouTube の。であとはポーチ、こちらの生理用品とか入ってます。はい。であと手鏡とかに関してはこの手鏡を使ってて、リップはジョンマスターのものを使っています。はい。でなんですけれども、めちゃくちゃ私これを持ち歩いてて、正直今までのバッグってなんか仕切りとか一時なかったんですよ。なぜならなんかもうカジュアルになってたから。でもこのパソコンとかを入れるのかとかっていう機会がちょっと案件とかをいただいたりとかすると増えてきて、そうなった時に私ベッドでこうパソコンバッグみたいなナイロンでできたような使ってたんですよね。でそれとかも手持ちにするのも嫌だし、ナイロンだと結構濡れたりとかするのが怖かったんで、今回もこちらはね素晴らしいなと思いました。なんかすごい広告っぽくて申し訳ない、でも良かったものなんで、これをねまず紹介していきます。じゃあもう早速このカバンの中身のこの私が使っているものを収納しながらカバンの中身を紹介していきたいと思います。でこちらがですね、今回ご紹介するのがエース株式会社さんから出されているジュエルナローズフライヤーリュックサックというものになっています。で見ていただくとですね、もうこんな感じで本当さっきもご紹介した通りかなりスタイリッシュで、なんかすごいおしゃれな感じになってるんですけれども、まあ、テーマとしてもすごい面白くて、あのポイントとして一つ目、アフターファイブも楽しめるお仕事用リュックっていう形になってます。仕事とプライベートどっちでも使えるようなデザインになっているっていうことになってます。でさっきお伝えした通り、まあ、PC 対応のリュックの定番って結構ナイロン素材のものが多いじゃないですか、バッグになっていても。なんですけれども、こちらが合皮素材を採用しているので、まあ、いろんなデザインとかいろんなコーディネートに合わせられるってこと。私みたいなこういうカジュアルな服だったりとか、はたまたスーツスタイルだっても何にでも合います。私結構こういう革系のバッグが多かったりするので、すごくありがたいです。オンオフをうまく使い切り替えれるようなものになってるんじゃないかなと思います。で仕事中は邪魔になるような大ぶりなピアスやリングなどをしまっておけるアクセサリーポケットもついてますということで、早速中をねもうお見せしていきたいんですけれども、パソコンのところがね結構広いです。こんな感じになっています。見えるかな。はい、こんな感じです。でここ見てください。見える、みんな見える、アクセサリーズって書いてあるんだけど、で例えばね今私はこういうちっちゃいピアスをつけてるけれども、こうやってでっかいのねもうアフターファイバーつけて、私はもうイケてる女になるんだっていう感じの人たちもこういうところに入れたとしてもいいけれども、探すのに手間だったりするじゃないですか。もうここの小さいポケットに入れれんのすごくない？これが私はびっくりした。何このちっちゃいポケット、アクセサリーズって書いてるやんと思って、完璧だなと思いました。私結構物ごちゃごちゃちっちゃいものとか入れていくんで、確かここにアクセサリーズって書いてあるもののちっちゃいリップだったりとか、こうなくしやすいこういうねこういう目薬とかさえもここに入れちゃってもいいんじゃないかって私は思いました。もうねこれはびっくりびっくりきましたよ本当に。であとですね、じゃあどんどん紹介していくんです。まあこれはねここら辺に入れておきましょう。はい、ということで続きまして、こちらはもう PC ですよ私の問題は。でもね見て、みんな多分 PC が入るカバンとかって結構ここが狭かったりする人が多いと思うんだけど、これはね割と深めにこの幅がすごい広めになってます。なのでこれの意図としてはマウスとかテンキーも入れられるよっていうことなんです。なので実際入れていきます。これが15インチなんですけど、マックの。おいしょ、おいしょ。これはね、ある。これもすっぽりと入りました。え、すごい。とても良きです。で、かつ、ここにね、なんか、例えば、マウスとかを入れるってなったとしても、ここに幅があるから、すごく入れやすい。っていう感じ。ビビらない？これ、こんな感じになりました。いい感じです。一旦パソコン、紹介するために外します。ポイントその2なんですけれども、PC だけじゃなく、周辺備品も収納しやすいポケットが充実っていうことになっています。で、かつね、さっきパソコン入れたと思うんだけど、この中にね、こういうね、ここ、わかる？ここにありますよね。これ。これは、なんと、ペットボトルとか折りたたみ傘を入れてもいいんだけれどもっていう。まあ、これもね、すごいすっぽり入る。例えばこれとか。こ
こういう感じですっぽり入るし、お茶を入れたいとなったとしたら、はい、お茶もすっぽりと入りました。これね、みんなにちょっと見せるために曲げてますけれども、こんな感じですっぽり入りました。おすすめの入れ方としては、こういうようなPC アダプター、もうこういうのとかね、ごちゃごちゃになっちゃうのと、あとこういう私の接続備品とか入れると、あのバッグの中がごちゃごちゃにならずに済みますよってことだったんですよ。ここに幅が調整できるようなボタンがあるので、狭めでいい時とかはペットボトルとかここでこうポチってやってもらうんだけど、ちょっと広めのものっていう時はこういうふうに入れて、例えばこういう iPad、 じゃあ MacBook の充電器を入れたりとかすることができるということです。私とかだったらたまにこういうね、もうちょっと Vlog 撮りに行っちゃおうかみたいな時もあるから、ここのサイドにさらにこれも入れ込んじゃうと、もう撮影機器はこちらの2つで完璧ですみたいな状態になります。で、まだね、さらにさらにこことかにもポケットがあったりするので、ここにいろいろ入れれるのと、かつここにファスナー付きのやつもあるんです。で、これも割と奥行きが深かったりするので、もう何にでも入ります。例えばすごい大事なもの、お財布とかをここに入れたりすることもできます。でも私はお財布はここに入れてません。なぜかと言いますと、こちらになります。なんとですね、3つ目のポイントなんですけれども、肩にかけたままスマートに取り出せるサイドポケットというものがありまして、ここにですね、こういう風に開け口があって、ここに入れていただきますと、すっぽりと大事なものが入るという仕様になっています。例えばですけど、こういう風に歩いてて、あ、お会計しないとってなったら、こういう風にパッてやって、そのままパッてやって、スッてやって、スッてやるから、私はここに入れるようにしています。ここに入れてもいいんだけど、ここだとなんか取られたりするかなっていう怖さもあったりするんだけど、ここに入れたらさすがにね、ここから取る人なんていないでしょうということで入れています。すごくね、これはね、私の使ってる中で使いやすいなって思ったポイントにもなります。かつなんかここにさ、開くものってたまにさ、この本体の部分にさ、こうつながる、この中身につながるものとかあるんだけど、それじゃなくて完全にここが孤立してるから、それもすごいいいなと思いました。大事なものとかここに入れちゃえばいいんじゃないかなっていう、そんな感じっていう、この3つがマジでポイントなんですけど、私は定期入れはここに入れてます。基本的にここに入れてスッてやったりとか、社員証とかもこっちにしてて、すぐ取り出せるようにしてる。もうガシャガシャってなるのが嫌だから、まあ、傘は普通にバッグの中に入れて、充電器だったりはこっちのサイドポケットに入ってます。香水とかに関してはここに入れたりとかする。かといってすぐ取り出せるようにしたいので、こういう大事なものとかはここのファスナー付きのところ、これ大事なデータなんでね、私はここに入れたりしています。こういう鍵とかに関してはここもね、さらにすごいんですよ。みんな見て、こんな感じでこっち側とこっち側にまたポケットがついてるんですよ。でさらにここもちょっと飛び出てるから、ちょっと厚めのものとかも入れる。ここは2つの間口と、こっち側は1つの間口があります。こっちの方に生理のナプキンとか入ってるものを入れ込んじゃう。でこのリップとかすぐ取り出せるようにこことかにボロボロってならないね。で、このエアポッツもここに入れる。ハンドクリームもすぐ取り出せるようにしたいからここに入れて、まあこの携帯とかもあんまりポッケに入れることが多いから、あんまカラーパンには入れないんだけど、ここに入れちゃったりするようにしています。多分これね、手に取って使ってみていただいた方と、働いてる方とか、まあ、フリーランスの方でもいいんだけど、ならわかると思うんだけど、この機能性を求めるとあまりプライベートに行けなかったり、使えなかったりするものが多いんですけれども、これはもうこのデザインそのまま、仕事でもプライベートでもどっちも使えるんですよ。で、さらに、まあこの機能性を備えているので、このポケットの多さと、なんか全てを網羅してるじゃないですか。アクセサリーみたいなところまで。でも絶対働く女性が作ったやん、みたいなのがわかるようなものなんですけれども。で、まあただ私の中でちょっとあれかなって思ったのは、ここをね、なんかこう、結構重たいものとかで、ずっと、例えばだけど、これで登山しますみたいなことはないと思うんだけど、まあ、ここの肩がちょっと細いから、
ちょっとだけね、重たさを感じて、なんか肩が痛くなる時とかたまにあるんだけど、これに関して私が思ったのは、じゃあここが太いのを持って遊びに行けるかって言われたら、遊びにちょっと行きづらいというか、デザイン性的にね、あんまりこうアフターファイブでも使えないなっていう、どうしてもおしゃれ感がなくなっちゃうので、ここは、正直めっちゃ痛いとかじゃなくて、ただこれを持って数時間めちゃくちゃ重たいものを入れて歩いたら痛くなるんだろうなみたいな感じでした。でもそれぐらいかな。それ以外は全然大丈夫でした。てか、最高。てかずっと今使ってて、私これ案件とか会社の人とかに言わずに普通に持って使っていってるんですけど、みんなにめっちゃいいじゃんそのリュック、どこで買ったのってめっちゃ聞かれます。実はそれぐらいいいです。なのでぜひ皆さんもチェックしてみてください。私はこれを着てるんで、このバッグを持ってたらもう私かこのね誰かが大丈夫、当たり前か、はいって思っていただければと思います。はい、ということで最新の私のバッグの中身とですね、この私の仕事用のおすすめカバンをねご紹介させていただきました。提供のものとは言えば本当にね私はおすすめだなと思いました。で、最近私の方は結構なんかメモ帳とかそういったものに関しては持たずにデジタル化を進めているので、まあそういった部分でもかなりスマートになっている中身になってきたかなと思っていますが、いかがでしょうか。はい。こちらの A さんから出されているジュエルナローズ、気になった方いらっしゃいましたら、ぜひ概要欄に URL 貼っておりますので、チェックしてみてください。私多分これ本当に動画とかでも今後出てくると思うんですけど、だってこれを持ったままカフェに行ったらもう全てが揃ったままごしゃごしゃならずに編集とかもできるし、仕事もできるんだもん。出てくると思うんですけれども、そちらもチェック時間おかしいか。はい、ということで本日もご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。